皆さんこんにちは、神谷総平です。今回は CGS のまとめページがリニューアルされましたので、そちらの方をご案内したいと思います。 CGS は2013年に番組を配信してからもう合計ですね3000本以上の動画をアップしてきました。それぞれのカテゴリーに分けて今まで表示するということをしてませんでしたので、一個一個見ていくのが大変だということ、それから番組の内容を見ないとですねどういった概要か分からないというような声をいただいておりましたので、今回はそれぞれのジャンルに分けて、またそれぞれの先生方の講義をですね解説したページもつけて動画の一覧を作っております。リンクはですね説明欄の方に貼ってありますので、そちらの方から飛んでいただいて、ぜひ CGS の番組過去のものから遡ってご覧いただければというふうに思います。CGS をご覧の皆様こんにちは、神谷総平です。本日も目から鱗の江戸時代をお送りしていきたいと思います。講師は柳善子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回第1回目が江戸の経済ということでですね、はいはいはい、お米をどういうふうにね利用してたのかとか、そういった新しいお話、僕もですね知ってたこともあるんですけど、知らなかったこともたくさんあってですね、本当に前回学びになって目から鱗が落ちましたということで、今日も、テーマが江戸の教育と、はい、寺小屋教育の凄みということですので、はい、いろいろと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。経済の話の次にはやっぱり教育だろうということで、はい、教育、江戸時代といったらもう寺小屋教育ですよね。はい、今回お話しするのは小テーマとして5つ。はい、1つが江戸時代の識字率。うん、次が関公終わって、大数学者ですね。はい、そういう、それがなぜ生まれたのかといったようなこと、うん、それから筆小塚と女性の師匠っていうこと、はい、それから教育体系、実語教と動詞教と、この辺でお話を進めていきたいと思います。はい、で最初のフリップなんですが、これ、江戸時代の版画の瓦版のようなものなんですけども、はい、挿絵がありますよね、うん、これ全部版画で大量に印刷して、うん、でばらまくものであったんですけども、はい、ご覧いただいて分かる通り、綺麗な挿絵があるだけではなくて、はい、ちゃんと文字の説明が書いてある、うん、はい、はい、読めますでしょうか文字読めない、はい、お蔵前女仇討ちぐらいまでは読めますけれども、うん、読めますね。この本文の方の文字、これすごいですよね。そうですね、この文字で識字率が 95% 以上、うん、そういうことですね、はいはい、男女合わせてですよ、うん、これはすごいと思いますよね、うん、だから江戸時代の水準で言うならば、はい、現代日本人の識字率って限りなく低い、ゼロに近い、うん、読めないから読めないからそれぐらいだから江戸時代の教育っていうのは、うん、きちんとしていた、はい、でこういう字をみんな誰もが普通に読み、うん、かつ書くことができたと、うん、はい、これはやっぱり本当にすごいことだなというふうに思います。そうですね、はい、楷書だけではなくて行書、はい、草書まで、うん、みんなが読むことができたということですね。はい、でこの識字率にというだけではなくて、数学の力もこれ本当にすごくて、はい、関公和という、うん、これは江戸中期の数学者なんですけれども、はい、次のフリップですね、うん、ベルヌイスについて書いた1712年の書があるんですけども、はい、下の方に説明書いてあるのでちょっと読み上げますとね、はい、ベルヌイスとは連続する整数のべき乗和を定式化する際の展開係数のことで、1713年にヤコブ・ベルヌイが発表してこの名前がついた、うん、けれども関公和がこれを著書にしたのはその1年前のことであったと、はい、いうことです、うん、つまり1年前にこのベルヌイが発表した、ベルヌイ数について、はい、日本の関公和がちゃんとこれを書にして発表していた、はい、それだけじゃなくて円周率の計算ね、うんうん、これこれが小数点以下第16位まで正式に、はい、ぴったりと正確に算出していた、はい、これも世界で初めての出来事、うん、西洋が同じレベルにまで円周率を計算できるようになったのが1876年、はい、あ、そんな後なんですか、はい、はい、明治維新の後、その200年前に、はい、関公和は円周率をきちんと計算して、へえ、200年前、うん、関公は円周率出してたっていうのは知ってるんですけど、はい、西洋は200年後だったんですか、はい、次のフリップにありますけどね、これ、はい、僕の動画のページから引っ張ったんですが、はい、1681年頃世界初、正
13万1000トンで72角形、はい、を使って、はい、円周率の近似値を小数第11次まで算出したということですね、うん、はい、でこれだけのこういうすごいハイレベルな教育っていうものを行うのにあたって、はい、実は江戸幕府は文科省がなかった、うんうん、はい、はい、あのまあ、ちょっと前は文部省と言いました、はい、今あの文部科学省と言いますけれども、はい、そういうあの教育青少年の教育については全て国が一括で管理をするということになってますね、はい、江戸時代はそれやってなかった、やってないですね、うん、確かにやってないことによって何が起こったかというと民間 の、 その寺子屋さんでみんなが教育を受けるという、はい、そういう仕組みになっている、はい、でこの寺子屋っていうのはあのいろんな寺子屋があるんですけれども、その寺子屋で、学んで、でその結果その子が良い子に役に、うん、世の中の役に立つ素晴らしい子に育っていったということになると寺子屋の格が上がって、その寺子屋には生徒がたくさん集まってくる、はい、逆にその寺子屋のお師匠さんにつくと、うん、もうろくでもない人間になってくるんだということになると、うん、そういう寺子屋はもう生徒が集まりませんから、ね、潰れていくしかない、うん、つまり一番底辺のところであの競争原理が働くことによって、はい、自然とそれぞれの寺子屋がより良い教育を目指していく、はい、ということができるような環境があったということですね、うんうん、はい、戦後の日本の教育がおかしくなった、はい、大きな原因の一つ、これが義務教育であった、うん、教育を義務教育化したということに大きな原因があったという説があります、はい、うん、でなぜ義務教育がいけないのかというと、教育を義務化することによってどんな子供であっても入ってくる、はい、その学校に入ってくる、うん、中にはどうしようもないやつって世の中には必ず、はい、います。いるんですよね、うん、これ、残念なことに、はい、でそういうどうしようもないやつであっても学校はその生徒をクビにすることができる、うん、で効率はね、はい、うん、そうするとその結局その一番低レベルの子どもに教師たちは合わせて教育をしていくしかない、はい、じゃあその子よりもはるかにレベルの高い子たちはどうするんだと言ったら、うん、この子のレベルで付き合っていかなくちゃいけないんです、うん、それじゃ学校が面白くなくなってしまうのは当然だし、はいはい、でまた学校全体の治安あるいは環境が教育環境がますます悪化するという事態を招いてしまう、はい、うん、でこれに対して江戸時代はどうだったかというと、寺子屋に入る、寺子屋で最初に勉強するのが道士教、はい、わらべの子って書くんですけどね、うんうん、道士教という教科書を使って教育を受けるんですが、このまた教科書が面白いんです、はい、当時はね全部手書きなんです、うん、教科書がね、はい、その手書きの教科書を誰が手書きするのかって、うん、これは6年今で言ったら小学校の6年生の先輩が後輩のためにちゃんと教科書を全部書くんです、うん、へえ、あ、そうだったんですか、はい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 、それは初めて聞きました、そりゃ教科書作るんだから、うん、子供たちが、うん、まあでもそれが勉強になりますよね、作ること自体が、はい、うん、当然字の勉強になりますね、はい、でその動詞教に何が書かれてるかっていうと、悪しき弟子を養わば、はい、子弟ともに地獄に落ちるべし、はい、うん、まあ、でも実際そうなんですよね、はい、だからいわゆる師匠をきちんと師匠の言うことを聞く、はい、先輩の言うことを聞く、謙虚な姿勢でいる、うん、授業中には居眠りしない、はい、常に姿勢を正しておく、うん、そういうことをきちんとできないような子どもは寺子屋から追い出して親元に返しますよと、はい、いうそういう教育、うん、もう子どもたちが学校に入ったその瞬一番最初に教わるのはそのことなんです、はい、だから先生の言うこと聞かなかったら追い出される、うん、で追い出されると追い出された生徒たちを受け入れる寺子屋もある、うん、ありますよね、うん、でそこでもやっぱり追い出しがある、はい、でそこで追い出された子どもはさらに程度の低いところに行くわけです、うん、最後どこに行くかって言ったらもう極道になるしかない、うんうん、でそこに行ったらもう先輩から常に毎日ぶん殴られて、うん、というもう悲惨な生活が待ってる、うんうん、悲惨な人生が待ってる、うん、でそういうふうにならないためにはもう素直で謙虚な気持ちできちんとお師匠さんの言うことを聞いてで、勉強していくしかないと、はい、これがねやっぱりある意味排除の論理っていうのはものすごく重要なものなんですよね、うんうんうん、共同体を構成していくっていう上において、はい、これある意味非常にある意味最も大切なことかもしれない、はいはい、でそういう中にあってお師匠さんというものが子どもたちから本当に尊敬される、でお師匠さんはその子どもたちの人生に対して全てに責任を持っている、はい、だから子どもたちが大人になってで、最後老人となってですね、はい、で自分の人生自分が本当により良い人生を生きてくることができたのも寺子屋のお師匠さんに指示したおかげで、うん、自分は本当に道を間違えそうになったこともあるけれども、はい、うん、でも真面目に生きたことができた、はい、
でそういう思いを持っている人たちが大勢いたから何があったか、うん、次のフリップのこれです、はい、筆小塚、うん、亡くなったお師匠さんのためにみんなでお金を出し合って、はい、でこういうねあの小さな塚を作って、うんうん、で、お師匠さんのことをずっと忘れないでこうして残しておきますとやったわけです、はい、うん、これたまたまこう2つのこですから、ね、並んで、ね、2つ並んでますけども、うん、ああ2つしかないのか、うん、違うんです。次のフリップご覧ください、はい、これね、あの川崎紀行さんという方があの調べたデータなんですけどね、はい、これ千葉県です、うん、千葉県のこの黒い点全部筆小塚です。あ、もう千葉全域にあると、はい、20年かけて調べてくださった。へ、全域にある、はい、だから本当にもう代々のお師匠さん、寺小屋のお師匠さんというのはみんなから尊敬されていたんだということがよくわかりますよね、うん、はい、でじゃあ実際にはどういうふうな教育が行われていたのか、次のフリップです、はい、あの絵が描いてあります、うん、ご覧いただきますとお師匠さんが一番端っこに座ってますけれども、うん、お師匠さんの前で2人がきちんと正座して、うん、頭を下げてるだけではなくて、はい、幼い子供を先輩を教えてる、うん、教えてますね、はい、うん、しかもそこの先輩女の子です。本当だ、お師匠さんも女性です。女性ですね。寺小屋のお師匠さんの、半数が女性であったそうです、うんうんうん、はい、で次のフリップでありますけれども、初めに教わること、うん、これはねあの字が細かいんで、説明してる時間ないんで、まあ、画面の中でもし見れるようであれば、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、うん、次のフリップいきます、はい、実語教、動詞教と実語教という2つがあったんですけども、実語教の方では最初に何を教わるか、はい、山高き、高きが故にたっとからず、うん、木あるをもってたっとしとす、うん、木があるからたっといんだよ、はい、その木は誰が育てるのか、うん、人間が育てるんです、うん、はい、で次の動詞教、うん、それ貴人の前においては権路に立つことを得ざる、うん、つまりあの立ち下がっちゃいけない、うん、道路に大手はひざまずいて過ぎよ、うん、召すことあらば受けたま、敬って受けたまわれ、両手を胸に当てて向かい、慎みて左右を顧みざれ、もうキョロキョロするなと、はい、で問わずんば答えず、うん、問われなかったら自分からペシャペシャしゃべっちゃいけない、応答あらば慎んで聞けと、人の耳は壁につく、うん、隠れてこそこそ悪口言っちゃいけないと、うん、まあ、そういうふうなことがこうずっと教えとしてあるわけですね。で下の方にあります111番ところね、悪しき弟子を養えば子弟地獄に落ち、うん、良き弟子を養えば子弟仏家に至る、はい、うん、はい、教えに従わざる弟子は早く父母に返すべし、はい、不安なる者をなだめんときすれば御敵となって害を加う、うん、だからもうあのみんなとちゃんとやってことができないようなやつを一生懸命みんなでなだめると、もう最近の日本優しいからね、うん、なんとか、いやあいついいとこもあるんだからとかってやりますけども、うん、そういうことをすると、うん、そいつは最後は御敵となって害を加えてくる、はい、だからもう余計なことしなくていいと、はい、もうろくでもないやつはさっさと追い出せと、うん、いやもう厳しいですよね。厳しい、はい、けど愛がありますね。愛がありますね、はい、この実語教と動詞教によってですね、うん、子どもたちの教育っていうものはしっかりと行われていった、うん、はい、まあ、識字率の話からね、数学の話、はい、寺小屋教育の話、そして、まあ、子供たちのね教科書というような話でいただきましたけれども、はい、まあ、本当に明治がねうまく最初ね、はい、あの明治維新がなって、はい、その後、まあ、近代に追いつくわけ、西洋の近代国家に追いつくわけですけれども、やっぱりその根底にあったらやっぱり江戸の教育だとみんながおっしゃいますよね、はいはい、うん、だからあのなんて今は日本もちょっとやっぱり国難なわけですよね、うん、うん、だからそういう時にこそもう一回日本がちょっとピンチだった時にどうやって乗り越えたのか、その根底にあったものは何だったのかっていうのを見直せばですね、はい、江戸の教育に至ることがたくさんあると思いますので、はい、まあ、僕もですねもう何年も前から自分たちで子どもの学校を作りたいということで、なんとか今年オープンできるんではないか、まあ、今年準備して来年オープンできるんじゃないかというところまで来てるんですけれども、まあ、僕らはもう本当に江戸の教育をあのいろいろね西洋式の教育が流行ってるんですけど、いやそうではなくて江戸の教育でいきますよという学校を作りたいと思ってますんで、またその時はいろいろアドバイスをしていただければと、はい、喜んで、はい、思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。